北緯35度39分31.5秒、統計139度42分18.9秒、北緯35.658750度統計1 3 9七0 5 2 5 0度、35.658750、1 3 9七0 5 2 5 0渋谷クロスタワーは、東京都渋谷区渋谷2丁目にある、超高層ビルである。白と、焦げ茶色の二色が縦に伸びる。 コントラストが際立つ外観となっている。東方生命ビルの名称で1975年に竣工するが同生命の経営破綻に伴い1999年に現在の名称に変更された。従前の東方生命は東京都中央区銀座3丁目にあった銀座東方生命ビルに本社を置き業務を行っていたがその後の業用拡大に伴い 本社の境外化が目立ち始めた昭和30年代半ば頃から新本社用の敷地を物色していた。都内に数カ所の候補地があったが、大田慎太郎取締役が渋谷駅近くの近納町に売り物があることを知り、将来の都市移動の方向や首都高速道路開通の条件なども考慮して、この近納町の土地の取得を決意する。しかし、その土地だけでは手狭なので、 他4名及び東京電力との所有地を合わせて入手すべく自ら奔走し、1967年2月までに5323平方メートルの買収に成功する。土地を取得したことによって、社内では新本社ビルの建設について構想が練られるが、出先営業店舗の充実を優先するという方針に基づき、新本社の建設は当面見送られることになった。 だが、社業の発展によって、本社機能は年とともに拡大し、本社事務を4つのビルに分散しておく事態となった。このため、新本社ビル建設が喫緊の経営課題となり、1970年12月に開催の取締役会で渋谷新本社ビルの建設に着手することが決定された。新本社ビルは最高、最大、 再経済を基本方針として建設するという取締役会の決定にのっとり、渋谷地区においては初めての高さ100メートルを超える超高層ビルとして都から16番目の特定外区に指定され、1972年11月に着工29ヶ月を費やし、1975年3月に竣工した。回数は地上32回、地下3回、 当や2階で構成され、地下1、2階は駐車場、1階は飲食店街、2階は商店街、多目的ホールが1階と2階の一部を占め、3階は玄関ホール、4階以上は主として事務室、最上階部分は展望レストランとした。このうち本社事務室は17階以下を使用し、20階以上の高層部は貸事務室とした。また、 特定外区の趣旨に沿って、地域コミュニティの環境づくりに寄与するため、床面積3532の人工地盤を整備し、オープンスペースを配した。そして、3階玄関ホール等の社屋周囲を取り巻いて、ペデストリアンデッキを設け、これを国道246号をまたぐ横断歩道橋と直結させた。2012年に渋谷光絵が誕生するまで、 渋谷駅周辺には、東建物以外に超高層ビルはなく、本能坂と六本木通りとの合流点という立地からも、長らく渋谷のランドマーク的な存在となっていた。1999年3月、経営危機に陥っていた東方生命は、東方生命ビルの新宅受益券を約200億円でゴールドマンサックスに売却した。これに伴い、名称も、 渋谷クロスタワーに改められた。2001年11月末、三菱辞書系の不動産投資、ジャパンリアルエステート投資法人が、ゴールドマンサックスグループの運用ファンドから、渋谷クロスタワーを346億円で取得し、2018年1月、ジャパンリアルエステート投資法人が、三菱辞書に渋谷クロスタワーを100億円で売却した。なお、 ジャパンリアルエステート投資法人は土地は譲渡せず、建物譲渡に合わせて、存続期間70年の一般定期借地権を三菱地所との間で設定している。尾崎豊は青山学院高等部に在学中、このビルの3階テラスからよく夕日を眺め、自作の歌の舞台とした。生前からファンはここを訪れていたが、死後も尾崎を忍んで訪れるファンが後を絶たなかった。 このため、所属事務所とレコード会社、東方生命が協力して、デビュー作、17歳の地図に収録されている、表題曲の詩の一部と、尾崎の顔のレリーフを飾った石踏みを設置することになり、3回期となる1994年4月25日に、除幕式が行われた。低層用エレベーターと非常用は、日立製、高層用エレベーターは三菱電機製である。 低層用、高層用エレベーターの中で6機中3機は3階、泊まりで、もう3機は1階までと、地下2階まである。17階には、乗り継ぎ会がある。19階は、機械室があるため通過する。テレビドラマ、特捜最前線の舞台である、特命捜査課はこのビル内に存在する設定であり、劇中にも、外観として登場する。劇中での名称は、 東京総合ビル。細かい設定がなかったためか、所在地や階層は、たびたび変わっているが、基本は架空の33階。2003年5月の東急文化会館閉館に、伴い、東急系映画館の渋谷東急が同7月より2013年5月まで、東ビルに入居していた。ありがとうございます。